こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、猪狩周平です。ゆうじです。足です。飯川健です。話です。タスコンです。ヘイスミス6人旅第4話、まだまだ珍道中は続きます。どうぞ。最終レースで残りが2万4000円あります。ってことは全部かける6で割ると4000円ずつかける。4000円ずつやね。結構でも22に分けて2000ずつに分けて2枚でもいいの。いいんちゃう。どうする？ってかもう全員が全員もなんか今使う感じになってくる。自動的になんかもうこれでも最後のレースめっちゃ難しくない？見た？1号艇の人が B2 やねんな。本当だわ。お前は2号艇の人が最近のレース結構勝ってる。そのランクでいくと一番下やね、この中と。No。 じゃあとりあえず1人4000円掛けってことでいいんですか？はい、大丈夫です。もうまっすぐ全員がはいって。もうこれ最終レースですから。ちょっと俺一回黙るな。ちょっと待って、これ本気で見るわ。じゃあユージさ、はい、予想屋のおっさんの予想買ってきてくれへん？下におるっすか？うん、情報買ってきて。ちょっとじゃあ情報買ってきますわ。じゃあみんな1枚しか書けないの？2枚かなと思ってるけど。2枚？うん、ちょっと私もそうしようかな。いや、これで書けれる1枚。あ、そうなの？そう。まあでも1位はな決められへん。全然決められへん。難しくないこれ。あ、ごめん、うん、難しくないか。1、2、3で1、2、3と3、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 3
方やんそれは。でひょっとしたら3が食い込んでくる可能性もあるみたいな。なるほど、はい、はいはいはい。で面白い買い方としては5番が2着152とか私152にかけてます。え 5とか3が2着がおもろいと。そうですね。でもやっぱ1着は1番1が頑張ってくれると思いますって言ってました。いや3号の人がランクが高い人だね。そうだね。 A1 の人、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとう。余計わからんくなってきたな最後やもんなこれレースの。それでもう泣きの1回とかないからなあーもうしん、あーどうしよう1がどうかだな。信じようかな。次ユージのナンバーで行こう思ってたからなんか責任感出てくるさっき6来たもんな。やり合ってんの。そうなのよな。硬いの言ってもしょうがないしな。そうなのね、うんうん、結局お金がそうですよ、ね、ステイするだけやったらなんかな。そうやもう勝負したね、ま、めっちゃ勇気出たそれやわ。もうなんか固くいこうとしたらあかんわよし決まった。めっちゃ勇気出たわほんま危ないとこやった。こいつ危ないとこ、ただのギャンブルこいつ危ないってブレるとこやったわ買いますか。え、みんな1位入れた。1位入れてるやつもある。俺は入れてますね。入れてます、うん。タスコ1は、1枚だけ入ってますね。1枚だけ、まあ、な。ちょっと待って、なんで俺には聞かなかったんですか。えなんで俺には聞かなかったんですか。入ってますけど
聞かれず聞かれずね。これ152と153で買ってるんですよ。なるほど。で私152ってことは152が来たらかぶり45とか55とかの話になってきます。こんなに勝つの18万4000円。もし当たったらすごいことになりますよ。これやばいっすよ。これはユージと私が買って36万円。ホテル泊まりますよ。夢ある。あ、もう決まった。みんなこれ決まりました。決めたよ。よし、さあこの全額いきますよ。しゃ、お願いします。マジでしゃ、マジでこの YouTube がどっちに行くか決まりますから、これ貧乏旅行になるか。ください。お願いします。投票券ください。支払い決済ボタンを押してください。緊張感漂ってますね。みんな何も喋らんもん。ただただ伊賀さんが買ってるのをちょっと願いながらこう52の人235135、はい、1351点、はい、これ135が一番熱いね。じゃあちなみに俺も買ってます。マジで熱い。135が来たら話いきなり変わります。変わるんだ。やばいね。トイレ近く。また彼ベッドで買ってますよ。彼だけあのまた違う気持ちが入ってるからね。あのね、お札なくなった。お札もうない。お札がもうない、はい、レース前にやっとくと運気が上がることとかないんかな。なんかとりあえずやっぱもうほんまもう敬礼しかないんちゃう。ちょっと真剣に一回お祈りしようか。お祈りしよう。真剣に一礼しとこう。うわ、もう手やってこうやってこう。これマジで当たったら帰りよそ屋さんハグして帰るっすわ。とりあえず1入らないとダメですね皆さん。まあそうですね、基本はやっぱそうなんだよな。でも結構プレッシャーあったねスタート、うん、5結構前に来たな。あーでも大丈夫かな。うわーすごい緊張感あんねんけど。やばいですね、うん、マジで。うわー、来ました。うわー、いけ。135行ってくれ。速度が全然ちゃうな、やっぱり。うわー、うわあれ、H 微妙じゃない。微妙だね。3が来てるでしょ。あ、ほんとだ。あ、でもやっぱ1が言うので。いやいやいや、いいや。え、マジで言いちゃうか。いやいや、あれ、3が。え、え、あ、やばい。3が、今325やな。2325。え、325買ってる人いる？買ってない。俺は235買ってる。うわー、マジかよ。え、1番3番がある。1番だってもう無理ちゃう。あれもう無理やな。無理ねー。ぐわー。マジ325。今325。うわ、きつー。すごい。いや、待って、これこのまま行く感じで。このまま行くか。うわ、もう31は硬いな。いや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 、待って、32の人いる。誰かいない。いないの。32はいないんちゃう。やばい。いやいやいや、これ確定やね。ちょっと待って、揺るがないな。待って、1円も買ってなくない。1円も買ってない。待って、なんか大どんでん返しをって。いやでももうでももう、うわー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 。325、38倍。それでもそうなんやな。うわ、俺315買ってたわ。1位、お前超312買ってます。マジ、わー、すごいな。あー、楽しかった。泊まるとこはどうなるんでしょうか。どうなるんですか、これ。野宿ですかね。
の、まあ、まだ時期的にはいけるっすね、外。いや、そういう問題じゃん。どんな出身。いやー、あー負けた、6万円負けた。6万円負けたで、悲しい。1人1万か。1人1万負けた。1人1万負けたね。猪狩は1人で、4万ぐらい負けた。めちゃめちゃ買っとった。なんか知らんけど絶対当たると思ってた。くっそー、そうか、悲しい。1位、あの感じで来ると思うんかね。いや負けましたね、はい、負けました、負けました。6万円が溶けちゃいました。溶けましたね。まあ無言にはなるよな。ねえ、うん、とりあえずね、はい、飯食いに行きますか。とりあえずね、はい、もうちょっと落ち込んでてもしゃあないんで。そうですね、はい、もうちょっと普通に自腹って感じになっちゃいますけど。そうですね。飯が、うん、ね、うん、福岡なんで、はい、屋台、おお、渡辺通り行きます。あ、渡辺通りね、はい、どこですか。全然わかりません。俺も、あ、渡辺通りねって言ったけど、どこか分かれへん。で、屋台の岡本さんっていうのがあって、はい、それ中洲にも店舗があんねんけど、うん、そこがね、なんか森さんと仲いいみたいで。あ、そうなんや。そう、で、撮影させてほしいって言ったらいいよってことで。おー、ありがたい。それの屋台バージョンが渡辺通りに住んで、うん、はい、そこに行きたいなと。行きましょう。いいですね。屋台、今日水曜日なんですよ、うん、で屋台って水曜日めっちゃ休み多いねんけど、うん、特別に開けてくれる、うん、ありがたい、ありがたい。で、うん、1人飲めないねんけど。なんでですか。車があるからです。はい、ああそうか、はい、いいですよ。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。パス様、運転お願いしていいですか。じゃあその分飲んでもらっていいですか。はい、では向かいます。お願いします。はぁ、あ、は最初に出るな、うん、はぁ、あ、ですよ、こんなのは。まあちょっと屋台で、屋台初めてやね。あ、そう、うん、そうなんや。福岡行ったことない屋台。俺も初めて、うん、え、マジで、うん、へぇ、すごい嬉しい。結構何年も来てんのにな。そうやろ、だいたい居酒屋になるやんか、うん、居酒屋もいい店あるから、うん、すごい嬉しい。ほんまに6万負けてなかったらもっとテンション高かったそこだけはめっちゃ申し訳ない。うん、俺が一番テンション下がってる。まあそうやね。個人的にもっと負けてるもん。そうそう、うん、1人で数万負けましたね。太宰府天満宮行ってからやったら買ってたんかなとか考えちゃう。あー、ちょっとご利益もらって。ほんまやな、うん、もう一回行ってもいいけどな。明日、うん、1万円残しといたらよかったかな。なあ、なあ、結構違うで。これさ、今ぐらいから告知打ってさ、うん、キューブリックでユージが1日バーテンやりますとかで取り返されへんかな。あ、いけるかもな。てかさ、うん、マジでお金ないやん、うん、で屋台とかでさ、うん、インスタライブしてさ、うん、おごってくれるやつ集合みたいな。あー、いいね。今言って来てくれるかね。あの、来てくれるか来てくれるか分かれへんからチャレンジはしようや。そうだね。みんな絶対にそんなんダメだろうって言うと思ってんけど。いや、俺それ以上のアイデアないと思うわ。もうね、6万もなくしたら。1円も勝ってないからやっぱ、ね、そうそうそう、気持ちが違う。うん。いやでも別に おごりはなしでいいねんけど、うん、あの普通に YouTube 出て OK な人を後で呼ぶのはありかなと思っててんけど、うん、それやってみようよ、うん、面白そうやん。あ、でも屋台出てきたっすね。どこ。バス停じゃないか。あ、いや、え、バス停。そうだ、どこ。いやいや、ちょうどバス停隠れちゃったっすけど。あ、出てる、うん、はず。ちょっと見えない。なんかみんな全然噛み合ってないけど大丈夫。やっぱダメージはでかい。ダメージでかいっすよね。やばいよ、演奏グダグダやで今。はじまざの、あの疲労のダメージはもう一切ないな。マジで、うん、それを飛び越えてきた。
さっきのダメージが、うん、忘れよ、飲んで、飲むしかないな、飲んで忘れましょう。こんなもんでどうだ。おはようございます。ありがとうございます。すごい、かっこいいですね。めっちゃかっこいい。とりあえず始めましょう。お疲れ&この旅よろしくお願いします。お願いします。どうも。